あの、はい、ニコニコの夏野でございます。いつもお世話になります。ご無沙汰します。今回倍増、かなり伸びたと思うんですけども、手応えいかがでしたか？はい、まあ、あの、全国回ってですね、手応えというか、あの、国民の皆さん困ってますよね、うん、あの、まあ、野党が今回いろいろ伸ばすんですけど、あの、野党が伸びるか関係なくてですね、うん、あの、今の物価高騰とか厳しい生活に対して政治がどんだけ向き合ってくれてるんだっていう、ある意味厳しい声も聞いてきましたし、うん、まあ、ここの後ろに書いてますけど、うん、まあ、我々、まあ、政治の関連の問題はありますけど、手取りを増やす経済政策をもう愚直に訴えてこの12日間やってきました。で、そのことに対して、あの、期待を捨てるくれるですね、学生の皆さんとかパートの皆さんとか非正規の方、就職氷河期世代の方、いろんな声聞いてきました。で、そのことをやっぱり一つ一つ実現する政治をやっていかないとダメだなということを改めて実感しました。今回の選挙は特にですね、この裏金問題とか、あの、2000万円の交付金の問題とか、いろいろ最後の最後になって出てきて、ちょっと印象としてはですね、かなりこう、まあ、批判、悪口、もっと言うと悪口が結構目立った選挙だと思うんですが、国民民主党はかなりですね、具体的な政策をによった主張をされてきたように印象を受けるんですけども、その辺はどういうふうにお感じになられましたか？はい、もう手取りを増やすというですね、まあ、具体的には103万の壁を178万円まで引き上げようとか、これは、あの、アルバイトしている学生さんなんかはですね、あの、最低賃金上がったり時給が上がっているのは非常にいいことなんですけど、ただその分ですね、103の壁が一緒だと働く時間を調整して、これも実際いっぱい話聞きましたけど、10月でも103万に達して11月12月シフトに入れない。で、店長さんもこれから年末商戦、クリスマス商戦忙しくなる、カラオケ屋さんもこれから忘年会でですね、人雇わなきゃいけないのに、ただでさえ人手不足なのに、この103万の壁があってですね、働く学生も雇えないって言っても、雇ってる側も働いてる側もと働けるのにわざわざ抑えてると。で、こういうのを早くと、あの、撤廃しないでですね、いくら最低賃金1500円に上げるったってますます厳しくなるわけですから、そういったですね、なんかこう現場に沿った政策が全くできてなくて、で、そのことを我々も訴え続けて、そのことに対して、まあ、支持を得たというふうに思ってます。これからもしかしたらですね、与党が過半数割れを起こすようなことも十分現実になりそうな雰囲気、まあ、流れではあるんですけども、もしそうなった場合に、国民民主党の立ち位置っていうのはですね、この日本の政界の中で極めて重要なところになると思うんですが、ここに対する玉木さんのお考えはいかがでしょうか？はい、あの、今までと変わりません。あの、まあ、とにかく選挙で手取りを増やす、100千万の壁を上げる、ガソリンを下げる、社会保険料を抑えるということを訴えてきたので、もうその訴えてきたことを一つでも二つでも実現できるようにですね、政策本位で、まあ、対決より解決ということをずっと掲げて、まあ、いろんなご批判もいただきましたけど、それをむしろやってくれという国民の思いを託していただいたので、言ったことはやり遂げる、政策を実現するために、全力で取り組んでいきたいと思っています。今回これだけ議席が増えると実現へかなり近づいたと思っていいですか？まあ、できればね、まだ分かりませんけど、21議席を取って、国民民主党単独で衆議院に法案提出ができるようになればですね、まあ、いろんなまた交渉もできますから、まあ、なんとかね、まだ分かりませんけれども、国民の皆さんにお支えをいただいて、まあ、21議席は取ってですね、それで政策実現、国会でしっかりやっていきたいと思ってます。ありがとうございました。お忙しいのに、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まだ、あの、開票は続いておりますので、しっかりと最後まで見守りたいに定めたいと思いますけれども、まあ、現時点において NHK さんで21議席ということで、まあ、これまで、あの、全国回る際になんとか21議席を取りたいということを訴えてまいりました。というのは、21議席ないと単独で衆議院に法案提出できないということで、まあ、この我々が掲げた手取りを増やす経済政策、103万の壁を上げていくのも所得税法の改正が必要なので、具体的な法改正の提出権限ということが
手に入るかどうか、これが一つの大きな我々としての目標でありましたけれども、なんとかそれが超えそうな、今22になりましたけれども、あの情勢になってきたので、あ、橋本美紀子さん、あの三林さんを相手に戦った橋本さんに頭角が今出ました。あの政治と金の問題についてもですね、あの厳しくやってまいりましたけれども、同時にですね、私たちとしてはこの手取りを増やす経済政策を、愚直に12日間訴えてきて、それが一定の手応え、あるいは届いたという感じを得ています。だからこそですね、この政策実現ということにこれからしっかりこだわって国会でも議論をしてまいりたいというふうに思います。あともう一つはですね、我々4年前に結党して、なかなか苦しいこれまで活動ではありましたけれども、曲げずにですね、対決より改憲、政策本位ということを訴えてまいりました。改革中道ということも変えずに来ましたけれども、まあ、こういった路線に対してですね、分かりにくいとか、まあ、時に政策実現のために与党と交渉すると与党にするよっているとかですね、野党としては物足りないとか、まあ、様々なご批判をいただいてきたのは正直現実であります。ただこういったことも含めてですね、対決より解決、政策本位でやってくれという声を多くの国民の皆さんに託していただいたということは、我々の路線でやっても議席を増やすことができるんだと、まさにその議論する国会を求める国民の声があるということの確認にもなったと思いますので、ひたすら私たちは政策本位でこれからも、これまでもやってきましたけれども、これからもですね、ぶれずにこの路線でやってまいりたい、繰り返してありますが、やはり選挙で掲げて大きな期待を集めた103万の壁の引き上げ、具体的に言うと基礎控除、給与所得控除の178万円目までの引き上げ、あるいはですね、ずっと私たちが言い続けている、ガソリンの暫定税率の廃止、まあ、こういったことはですね、国民の負担を軽くし、可処分所得を増やし、まあ、手取りを増やすことに直結しますので、まあ、ぜひ実現に向けて、年末の税制改正に向けてもですね、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。以上です。ありません。ないと理解しています。あのうちも人数多いので、どういう話が誰だったか全部把握してませんけども、あの、確認してないので、ないと理解しています。ありません、ありません。あの、ありませんというか、あの、冒頭申し上げた通りで、我々も政策本位でやっていきます。あの、岸田内閣に対しても、まあ、トリガー条項凍結解除の、交渉については自公とも交渉して、まあ、残念ながらあれは減税という形ではなくて補助金という形になってしまい、まあ、その副作用が今少し目立ってきているので、やはりやっぱり減税でやるべきだということを今回の選挙でも訴えましたけれども、あの、変わりません。あの、政策本位で、特に私たちが選挙で訴えた手取りを増やす経済政策を実現するためにはですね、あの、協力いただけるところとは協力していきますし、あの、どういう形の与党になるか分かりませんけれども、政府や与党に対しても強く求めてまいりたいと思います。今日東京駅でね、本当に私思ったのは、まあ、私言ったんだけど、そのよく、まあ、皆さん国民民主党を発見してくれましたねっていうか、見つけてくれましたねっていう感じですね。あの、我々同じことずっとやってきたし、同じことを言い続けてきたんですけど、あの、それをやっぱり評価してくれて、こうやって、あの、ね、皆さんに、あの、押し上げていただいてるっていうのは本当にありがたいなというふうに思います。あとね、その
石丸さんが来てたということについて、ちょっと本当正直私もびっくりしたというか、私だってあれその前に横浜でやって、電車移動で東京駅に来たんですけど、東京駅に着いて初めてもう今から丸の内口出ようかなってところで、石丸さん来てますっていうのがうちのスタッフに電話が入って、それでそうなのっていう感じだったんで、まあ現場も盛り上げようっていうことの判断で登壇していただいたっていうことなんですよ実際で。まあ中身の演説私聞いてないんですけど、後で聞くと、まあ投票行きましょうというかね、投票率上げましょうっていう話だったんで、まあ中身は別に差し支えない話だったのかなっていう気がしますけど、ただまあこれまでねあんまりも注目されなかった国民民主党なんで、まあ石丸さんともねリハックで、対談させていただいたりして、まあそういう著名な方にご協力いただけるっていうのはもう我々としては大変嬉しい話ですし、まだ我々としては7議席しかなかった政党ですからね、いろんな形でもっともっと注目していただきたいと思いますし、政策を実現するために今日も言ったんだけど、もっと力をつけていきたいなと。やっぱり21議席ないと法案提出権がないので、まあなんとかね皆さんに応援いただいて、あと1時間しっかり最後の最後の対応してですね、政策実現力をぜひつけていきたいなと。で今回まあ私演説でも言ったんですけど、まあたくさんの声を聞いてもらったんでね、本当に実現したいし、103万の壁はねこれも早急に直さないといけないなということを、まあ正直ね私自分が思っていた以上に103万が壁になってたっていうのは今回全国回って逆に教えてもらいましたよ。だからまあ我々の世界っていうか、そのなんていうかな、その保険料の壁の方が大変だっていう話があったんだけど、まあ税の壁は所得税低いし大したことないですよみたいなことも財務省も言ってたし、まあそうなのかなと思ったけど、いやいやなんとなんと103万の壁も結構やっぱ人の働くか働かないかっていうことに対して大きな影響を与えてるんで、ね、やっぱりこの最低賃金上がっていってんだから、やっぱりその壁を上げないとやっぱ矛盾が生じるよね、うん、だからそこはやっぱりきちんとね経済政策としてやっていく必要があるなということをですね、とても感じました。はい、ありがとうございますね。え130万はね今暫定的な措置で少しキャリアアップ助成金をその企業に払ったりとか、保険料に対しての壁は一定程度106万130万、まあ中途半端ではあるけど手当てはしてるんだけど、税の壁は全くノーマークだったんで、今回逆に我々取り上げてすごくそのむしろ注目されたって感じですよね。ちょっとまあ今いろんなデータが出てるからよくわからないんですけど、なんとか取りたいね。それとやっぱり埼玉13区14区、橋本美紀子さんとこと鈴木義弘さん、あと、静岡4区の田中健、あと、神奈川19区の深澤ゲッス、あと秋田3区の村岡俊英さん、こういうところで、もし皆さん、これ見てる人で、選挙区にお住まいの方に知り合いがいたらですね、ぜひ応援していただきたいなと思いますな。とかね、勝たしたいよね、小選挙区で、本当に。まあ私は今日比例対策ということで、まあ、西は福岡、大阪、名古屋、横浜、東京と来ましたけどね、今までにない、たくさんの人に集まってくれてましたし、まあ、大阪なんかはね、結構、今まで本当見たこともないぐらい集まってくれてたんで、本当にありがたいなと思いますけど、こっからですね、こっから本当選挙に行ってほしいし、ぜひ、なんとか21議席以上いかんかなと思ってね、と約束した政策を実現したいんですよ、やっぱり。うん。だからそのためにはね、
やっぱり議席を取らないと、まあ、今まで悔しい思いもいっぱいしてきたんで、なんとかね、皆さん力を貸していただきたいと思います。本当に。できることは私も最後までやりたいし、本当、1票2票で落ちることもあるからね。本当にありがとうございます。御党の所得税控除拡大の話、とても良かったのですが、政府が言っている所得税を含む防衛増税を止めてください。せっかくの効果がなくなってしまいます。我々は防衛増税1兆円はしなくてもいいと思ってます。外為特会の海の息がすごく出ているので、もともと外為特会かなり入れることになっているんですけど、少し、なんていうかな、抑えめに入れているので、きちんと過去の上を踏まえて入れれば心配ないので、はい、ここはちゃんと、増税には反対していきたいと思います。玉木さん、大変お疲れ様でした。日本はまだ終わりじゃないと思わせてくれてありがとうございます。応援し続けます。ありがとう。ね、それに応える政治をぜひやりたいし、やる力をね、持ちたいね。で、ちょっと皆さんにお願いなんだけども、明日投票日なので明日行く人も多いと思いますが、今日私東京駅でも行ったんだけど、誰か連れて行ってもらいたいんですよね。で、まあ選挙行ってもどうせ変わんないわと思ってる人も中にはいるとは思うんです。それは結構下り側でそういうことを言う人もいますけど、でもね、変わるんです。逆に一票でしか変わらないんです、その積み上げで。で、一票一票積み上げることによって、その我々は議席を得て、結果21議席になったらね、単独で法案提出できる、さっき言った通りです。で、この議席がね、重いんですよ。で、そうなると、我々国民民主党を通じてね、若い世代や現役世代が、今の政治を動かすテコになれるんですよ、我々が。で、そのテコの存在が、皆さん、国民民主党なんですよ。だからね、今回我々、もちろん、野党第一党じゃないよ。野党第一じゃないけど、自民党、公明党、関総割れするかもしれないし、一方で、野党第一党の立憲民主党もどんなに伸ばしても過半数取れないと思うんだよね。だから、その意味では我々のその影響力が相対的に高まるので、その意味では我々を応援してくれてる皆さんの力が高まるってことになるんですよ。だから、ぜひね、我々力持ちたいと思ってますが、それがより相対的に大きい力になるためには、国民民主党が大きくなるしかないし、その国民民主党を大きくする力は皆さんしか持ってないんですよ。ね。だから、本当にね、選挙に皆さん行ってもらいたいし、誰か連れて行ってほしいんですよね。一人が一票行かれて倍になるから。それを、我々国民民主党に今の日本の政治を変える力を与えてもらいたいし、その力を与えていただけるのは皆さん一人一人しかないんですよね。今回はね、非常に議席数が微妙な議席数になると思うんですよ。私は前これチャット聞いてた人は知ってるかもしれんけど、どの党も過半数を取らないような状況に一回なるってことが日本の政治にとって必要だってずっと私は言ってきたのね。で、それが今回実現するかもしれない。で、その中で、まあ、7議席とかだったらね、影響力ないんだけど、例えば20を超える議席になったら、我々の影響力が無視できなくなるので、その無視できない影響力を我々に与える力を皆さんが持ってるから、一票を入れていただきたいし、仲間を連れて行ってもらいたいなと思うんですね。これ真剣にお願いします。この正論、あるいは対決より解決っていうやり方、時に与党にも協力しながらっていうのは、それはもう、なんかあっちゃこっちゃから裏切り者って言われたり、いろんなこと言われるけど、でも、政策実現したいだけなんだよね。でもそういうことをいろいろ批判もあって、未だに批判はされるけど、その路線を頑張れと言って、応援してくれて、現にたくさん人が集まるようになってきたっていうのは、皆さんに救われてるよ。本当に。ありがとうございます。最後に一言申し上げますけれども、やっぱり変えられるよ。みんなの一票で。で、長く
一票が無駄だということばっかり見せられてきたので、なんだかなという諦めを植え付けられてきたんだけど、ある意味、動かしてみようよ。もう一回。民主主義だから、自分たちが動けば変わるし、その動いた皆さんの思いを国民民主党が真っ先に受け止めて、我々も今の停滞した永田町を引っ掛け回していくよ。変えましょう。変えられる。動かせる。絶対日本の政治をこの選挙をきっかけに変えていきますから、ぜひ皆さん力を貸してください。